象徴主義、象徴主義、象徴主義、サンボリスムともとは自然主義や高等派運動への反動として1870年頃のフランスとベルギーに起きた文学運動及び芸術運動である。象徴主義者を総称して象徴派と呼ぶ。ロシア象徴主義の階層となった詩人はレリー、ブルーソフなどにより、この運動はロシアにまで輸出された。イギリスにおける ラファエル全パも参照。象徴主義、サンボリスムという語は、1886年に象徴主義宣言、ル・サンボリスムを発表した詩人ジャン・モレアスが、象徴、シンブルという語の語源である、一緒に投げる子を利用し、抽象的な観念とそれを表現するべき、イマージュの間に、これらの詩が打ち立てようと望む類比関係を指し示そうとして提案した。 1886年に発表された文学宣言 UN マニーフェストリトレルにおいてジャンモレアスはこの新しい様式をこう定義している。アルベール・オーリエはメルキュール・ド・フランス史において1891年にこう定義している。象徴主義は自然主義への反動であった。観念に感受可能な形を着せることが重要であった。自然主義者とは 対照的に象徴派は事物を忠実には描かず、理想世界を喚起し、魂の状態の表現を特別扱いする印象や感覚を探求した。象徴主義は、ロマン主義の最も卑怯的な側面とも関係があるが、何よりも、シャルル・ボードレールに覆う部分が大きい。もう少し後になって知られるようになった、マラルメは、重要な通りすがり称したアルチュール・ランボーは、 ポール・ドゥメニーに宛てた1871年の手紙において、魂から魂へすべてを要約し、香り、音、色彩、思考を引っ掛け引き出す思考となる言葉の探求へ図の方向を定めた。しかしながら象徴派がリーダーとみなすのはポール・ベルレーヌであり、その司法は象徴主義の規範を定めている。文学においては象徴主義運動はシャルル・ボードレールの 悪の花にその起源が見出される。象徴派の美学は1860から70年代にステファン・マラルメとポール・ベルレーヌによって初を見た。1880年代には一連の宣言文に支えられ、象徴主義美学は一団の作家たちを呼び寄せた。ボードレールによるエドガー・アラン・ポーの作品の出役は大きな影響力を持ち、象徴主義の 数多くの点技法とイマージュの源泉となった。文学における運動とは別に、美術における象徴主義もロマン主義のゴシック的な側面から出現した。しかしながら、ロマン主義美術が直情的かつ反逆的であったのに対し、象徴主義美術は性的かつ儀式的なものであった。象徴主義における不価値なもの、神秘的なものに対する偏愛は、19世紀末の カトリック復興運動にもつながってゆく。しかし俗化した従来の宗教制度に対する忌避は、カトリック回帰にとどまらず、儀式性と象徴性を重んじる信仰の神秘主義団体への傾斜に向かうことになる。卑教哲学全集を表したエリファスレビから、フランス象徴主義主人への影響、マグレガーメーザーすらの黄金の夜明け団から、アイルランド主人イエッツへの影響などは、 見逃せないつなりである。また、カトリック・バラ・十字団を結成し、フランスやベルギーの、象徴主義の芸術家の結束を促した神秘主義者、ジョセファン・ペラ団の功績は特筆すべきものがある。象徴主義は音楽にも影響を及ぼした。象徴派の作家、芸術家や批評家の多くは、リヒャルト・トアーグナーの音楽に、好意的であった。象徴主義の美学は、クロード・ドビュッシーの仕事に、 重要な影響を及ぼした。ドビュッシーの歌詞やテーマの選択はほぼ全てが象徴派からであった。ボードレールの5つの歌の編曲、ベルレーヌの詩による歌曲、オペラ、ペレアスとメリザンド、エドガー・アーラン・ポーの2つの物語による未完のオペラ、手老の悪魔とアッシャー・家ケ・崩壊といった作品は、ドビュッシーの象徴主義的な趣味と影響を示している。最重要作品である。 ボクシンの午後への前奏曲は、マラルメの詩、ボクシンの午後に着想を得ている。ドビュッシー・やラベルに影響を与えた、エリック・サティは、若い自分にはバラ十字団と繋がりがあったことが、知られている。1892年の3月10日から4月10日に、かけて、デュラン・デュエル・ガロー、デュランとルルで開催された、バラ十字展開会式展では、エリック・サティによる、バラ十字のファンファーレ、 デサンリスでエルエローズクアが演奏されている。ジョリスイコール、カルル・ユイスマンスの小説、坂島は、後に象徴主義美学に結びつけられるようになるテーマを、いくつも含んでいた。動きがほとんど展開されない。この小説は、風変わりなントン者である、アンチヒーローのデゼッサンとの内面生活を描く、趣味のカタログである。オスカー・ワイルドは、 ドリアン・グレーの肖像の多くの箇所でこの小説を模倣している。ポール・アダンは最も多産な象徴主義小説家であった。ジャン・モレアスとの共著、グベール・ジョーは自然主義と象徴主義の中間的な作品である。ギュスターブ・カーンの共和をほぼ唯一の例外として、象徴主義者はこうした中間的手法をほとんど用いなかった。ジュール・バルベ・ドール・ビーの人間嫌い。 特に女嫌いの書短編も象徴主義的と考えられる場合がある。ガブリエレ・ダ・ヌンツオの初期の小説も象徴主義的な意図で書かれた。19世紀後半、従来のアカデミスムーに対する反発として、一方に印象派の傾向、他方では象徴主義の傾向が見られた。象徴主義は人間の内面や夢、神秘性などを象徴的に表現しようとするもので、 文学上の象徴主義と関連して名付けられた。ギュスターブ・モローが代表的な作家であり、ユイスマンスは坂島の中でモローを高く評価している。イギリスでは19世紀半ばにはラファエルン派が結成されており、中世に対する同型は独自のユイビー主義的な美学を生み出し、フランスの象徴主義に先行して独自の発展を遂げた。フランスでは、 カトリックバラ十字団を組織した神秘主義者、ジョゼファン・ペラダン、ジョセフィン・ペラダン、1858から1918による、バラ十字店、レサロンズでエローズクは、1892から1897開かれ、象徴主義的傾向のある芸術家が多く、出品している。また、ベルギーでは起業家であるオクターブ・モース、オクタブ・マウス、 1856から1919 19、ラにより、20人点、レ XX、レバンが183連に結成され、印象主義、新印象主義と競合しながら、象徴主義の芸術の拠点となった。一般には、ポスト印象主義や、総合主義、クロアソニズムの画家とされるゴーギャンも、写実的な対象の再現の否定や、平面的で装飾的な画面構成の重視、 主観性の強い内面表現や、神秘主義的な題材を用いることなどの傾向から、象徴主義の画家として位置づけられることがある。すでに19世紀末には、アルベール・オーリエ、アルバートリアが、メルキュール・ド・フランス史において、絵画における、象徴主義、ポール・ゴーギャンのある評論を寄せており、ゴーギャンの影響の下で結束された、ポンタバンハやナビの美学にも、同じような象徴主義的傾向が伺える。 また、象徴主義は、アール・ヌーボーなど、世紀末芸術にも大きな影響を与えた。例えばグラスゴー派の領袖でもあるマッキントッシュは、象徴主義的な女性像を衣装化していたが、装飾性を重んじる作風に変化しても、象徴主義的な感性は生き続けていたと見てよい。グラスゴーのブキャナン通りクランストンティールームの壁画装飾の下絵には、 象徴主義とアール・ヌーボの混交した様式が見られる。こうした傾向は、ウィーン分離派などでも伺える。逆にパリで、ベルエポックの長寿としてもてはやされたミューシャは、若い頃は、アール・ヌーボ様式の洗練されたポスターで知られているが、後年には、出身地のチェコに帰国し、象徴主義的な歴史解釈に基づく重厚な連作、スラーブ女ジ,ジシを描き上げている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。